漢方薬剤師の中尾です。アシスタントのマールです。中尾先生、はいはい、よく街中で咳をしてる人を見ますけど咳を止める漢方薬ってありますか？そうですね、白い目で見られるから嫌だし、俺はあんまりこの時代だからあんま咳をしたくないんだけど、そうするとなんていうか、あの漢方薬も基本的に咳ってなんで出るのっていう話になると、はい、肺にこの炎症がある、うん、要は炎症があるから、そこでこうムズムズしてポイってこうね、こう出そうとしてる排出運動なんだよね、はい、うん、そういった炎症をだから一つこう抑えていくっていうことが一つ重要っていうのと、うん、はい、もう一つはあの水毒って言って、あのこう体がちょっと、まあ、水分過多でもいいんだけど、はい、体が冷え切ったら咳が出やすくなってくるっていうのもある。寒いからなんか体が冷えちゃってこう咳をしちゃうみたいなのがこうあるから、はい、うん、体の冷えから咳に出ちゃうんですか？うんうん、まあまあ肺の弱い人はね。だから結局それも体が冷えると、おそらくこの免疫力というのが低下して、ここでこのね、そういった菌とか入っちゃって、それを排出する運動っていうのもあるんじゃないかな。へえ、うん、例えばその他あの菌ってじゃなくて、あの菌より小さくてウイルスで大きいマイコプラズマとか、はい、そういったあの他にもなんかいろいろあるんだけど、はい、そういったものがやっぱりここで炎症を起こしちゃって咳が出ると。うん、それに一番よく使われるのが、はい、あの漢方の生薬で言ったら、はい、魔王っていうのがあって、魔王、まさに黄色いで書くんだけど、はい、魔王っていうのはその中の成分のエフェドリンっていうやつが、はい、エフェドリン、はい、これが一番咳止めになってて、うん、それで病院の中でもそこから、はい、例えばあのメジコンとか、うん、あ、病院の薬だね、はい、メジコンとかそういったあのいろんな咳止めがあるんだけど、咳止めの中の主要成分がそれが入ってる。へえ、うん、咳止めのなんていうか、あのよく病院でも使ってる、はい、元祖は実を言うと漢方から取った成分だっていうのも一つ言えるんだよ。へえ、うん、魔王って他にどういう時に使うんですか？魔王はね、大体よく使われるのが、まあ、一番みんなが知ってるのは、はい、カッコン糖とか、もう感染薬。はあはあ、うん、カッコン糖の中に魔王が入ってるんですか？そうそうそう。うん、大体あの咳止めとか風邪系のが多いから、先ほど言った咳止めの中に入ってるので、はい、あの魔王武士最新糖ってあるんだけど、はい、これが喘息によく使う。へえ、うん、やっぱ体を温めて咳を止めるっていうやつ、はい、うん、それが一番僕は咳止めとしては今のとこあの漢方の中ではいいよねと思ってます、はい、うん、その他にも代表的なのは小青龍湯って、小さい青の龍の湯って書くんだけど、はい、小青龍湯なんかも非常に有名だね。はい、小青龍湯はどういう漢方薬ですか？それもあのね、喘息とこの鼻炎、鼻炎、アレルギー性鼻炎なんかにも使う。うん、でもね、あんまり効かないんだよね。体が冷えちゃったらまたすぐ出ちゃうから、うん、お、体があったかい時には効果が出るんですか？ね、うん、そういったあの漢方ってこう あるんだけど、はい、やっぱりそういった漢方はさっき言った体が冷えてると良くないから、あ、体が冷えてると咳が止まらないから、やっぱ体を温めるような、例えば一緒にまあ、生姜糖とかでもいいし、うん、まあ、僕だったら焼酎飲むようにとかもいいかもしれないんだけど、まあ、そういったのと一緒に飲んでいくと、はい、うん、でそれとともにあの咳っていうのは、はい、あの咳が止まらないと苦しい、苦しいです、うん、寝れない、うんうん、きついからさ、うん、そんな時はそのこういったこう咳止めの薬とか、これも漢方薬なんだけど、はい、よく見るんだけど、1日さ、これに書いてるのが用量、これ1回5錠1日3回っていうふうに書いてたら、と、はい、いうことはあの1日15錠は安全だと、うんうん、これメーカーは言ってる、厚労省も OK って言ってるんだねって、はい、でも実際的にはさ、
50じゃ止まんないんだよ、うん、つまりそうそうそう、そしたら5、3、15錠って言うんで1日3回飲むんじゃなくて、今止めたかったら1日15錠まであんねんだったら今7錠飲んでみようとかさ、うん、ちょっと量多めに飲んだらどうなのとか、それは人の体次第だけどさ、うんうん、多く飲んだ方でピシッと止まったら苦しくなくなって、止まったらあ楽じゃん、うんうん、っていう話になるよね、はい、だから僕は自分が本当咳できつい時は量を主にバンとこう飲んで、そうやって温かいものと一緒に飲んでパッと止まってガッと寝るという形で、もう夜に体力、寝てる時にも出ないようにいかにして体を温めてこの体力を回復させるかというようなこともよくやる、はい、そういったのが、ね、あの漢方的な裏技なんですけど、あの一般の、薬局さんとか薬剤師さんに言ったら怒られますので、あの今は一人つぶやきタイムということで了承よろしくお願いします。漢方薬や健康に関するご質問をコメント欄にお待ちしております。動画にてお答えします。